Okay, boys, just a couple of rules before we go inside. Hey, the main, ここルール. You have to keep moving. そつは、つ、常に動かないといけない。Don't let any obstacles hit, touch you. で、何も触れないね、中にあるの。And keep passing the ball. で、常にボールパス。Okay, let's go, one at a time inside, let's go. Let's go, let's go.今回の合宿どうですか？結構フィジカルにフォーカスしてるんで、体はバチバチやってます、はい、この後は8時半ぐらいに出て、最初ジムで、その後ミーティングがあって、まあ、試合前の最後がハードのトレーニングです。頑張ってこのミーティングの後、ジムで用意するメンバーは先入りで出発します。でフィールド行くメンバー、JP ですか、あとは、学生2人とおばちゃん8時半に、バッチリブルディリングスワープ JP。 このセッションがスクラムのどこの部分かっていうところで、ロードのところでロードでこういつも集まるかって言ったんですけど、その意識がすごいできたみたいな。 Yeah, so like あとは大丈夫ですか？ Anything else? OK、 はい、じゃあ今日よろしくお願いします。あ、コーチ危な。はい、お願いします。すいません。はい、失礼します。あ、宮さん、すみません。危ねえの、今わざと今の上水持ってくよね。さあ、見てください。ようこそ、こんなさんのこと。ボトルがないんだ。はい。いつ使った？昨日のサルダでやった時に。あ、ロッカールーム。あ、オッケー、ロッカールーム。ありがとうございます。はい。一番下のフィールドのところ。うん。今行くよ。あ、うん。これでも行く。いや、そんなしてましたっけ。いや、一緒やん。ねえ、それと一緒。来た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 。サイドステップ。
racist. For you to hop in your bros hating. All of them fake, I see both faces. Scared of the whip, it's a ghost racing. I knock them down to their cold cases. Marathon run, I'ma slow pace it. They did not want me to go places. Foil plans like the gold place. And if we pulling up with the whole squad, I get ready to told y'all that you better be running. I'm in my goal yard. When I walk in, I know y'all niggas telling me nothing. Bitch, I'm the man.背中見してもらっていいですか？背中。なんか。一回行きましょう。これ、ガサン。ちょっと、どうしたんですか、これ。これですか？うん。こけました。見して。駐車場の、駐車場なんだけど、ホテル。あ、おもろい。Blue hit shield. ゲームの中でプロが変わるから自分が思っている以上にもっと細かいコミュニケーションを取らないと今練習の時に優しすぎる時があるから Overall fucking great session. Good. 全体的にすごくいいセッションだったから Easy! 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 Brothers on 3! 1, 2, 3! あ、中入れちゃってああ、お世話になってますすいませんはいあ、はい。ああ、そうなんですね。神戸からそしたらこっちに来て試合してっていう、あ、ありがとうございます。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。そうですね。まあでも、なんか読めないですね。割となんかいろんなところにあったけど。とりあえず、こっちあれ、買い出しからちょっと、もし早く帰りたいなら、頼む。じゃあ、他のところの。よし、借ります。忙しいことなんですかね。大変なことはサンゴリアスはやっぱりこうすごいやっぱりこだわりがすごい強いチームなので、まあ、特に SC メディカルコーチすごいやっぱり高校のレベルも高いですし、それを叶えるのがすごい大変だなと毎日思ってます。3年ちょうど9月に引退したんで3年が経ったぐらいですかね。で今年4年目の2年半ひろきさんと含めやって、で去年はひろきさん途中から前春野が途中から同志社大学の監督になったので、今半年経った感じですか、ね、もうまあ含むの時からも大変さは分かってましたけど一緒にずっとやってたから、まあ、なんかそうですね、なんか主務だけだけどマネージメントってこうもちろん決められた仕事はあるけど決められてない仕事がいっぱいあって、まあなんかこうそこにどんどんこうなんかちょっとずつ対応していく、まあもちろんこう計画をした中で変更をするんですけど、まあその変更もまあ選手のコンディションとか準備した上での変更なので、それはできるだけこう対応したいなというふうに思ってます。ないの？どうぞ。ありがとうございます。